こんにちは、金黒です。今回は小さい小銭入れを買ってみた、そんなお話です。財布は今3つ使ってて、小銭入れとマネークリップと長財布、この3つを使い分けています。小銭入れは本当にこの小銭と、あと数枚のお札が入るようになってて、カードが入るようになっています。普段これだけで生活していることが結構多いんですが、さらにお金が必要な時にこのマネークリップを使っています。そしてこの長財布の方は、まあ、こちらもちょっとお札が入ってたり、通帳を入れてたり、あとレシート類だったり、あとカードが入っています。長財布は通帳が必要な時だけ持ち出していて、普段出かける際は小銭入れとマネークリップ、この2つを持って出かけています。普段持ち運んでる小銭入れとマネークリップを重ねると、明らかに小銭入れのが大きくてかさばっていて、さらにアップルウォッチを使って最近アップルペイで決済することが多くなったんで、この小銭入れをもう少し小さくしたかったのと、あと出かけるときに必ず持ち運んでいるこの鍵をこのセットにできないかなと思って買ったのが、今回買ったアブラサスの小さい小銭入れです。それでは開封していきます。実はアブラサスで注文したのは3つ注文していて、この大きい方はまた違う動画でご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこの小さいマネークリップと、あとこの予備のネジを注文しました。ネジはしばらく使わないんで大切に保管しておいて、今回買ったこの小さい小銭入れ開けてみますね。じゃんと小さい小銭入れっていう説明書が入ってて、さらに中でもう一回梱包されています。こんな感じの小さい小銭入れです。ネジがこんな感じでちょっと飛び出ていますね。あとアブラサスのステッカーも入っていました。小さい小銭入れもバリエーションは3種類あって、その中でもブッテーロレザーっていうバージョンを買いました。今使っているマネークリップと同じ素材でも良かったんですが、マネークリップも1年以上使うと、この曲がってる角の部分が、革が少しへたってきたのもあって、もう一つ革の素材のいいブッテーロレザーっていう方を買いました。中古車屋さんでもらったキーホルダーから鍵を取り外して、小さい小銭入れに鍵を取り付けてみます。飛び出てるネジを緩めて、革の間に鍵を入れるっていう感じなんですが、この家の鍵だと入りそうですが、自動車の鍵はもう入りそうになさそうなので、この上のリングのとこに取り付けます。家の鍵をマイナスドライバーを使って緩めて取り付けてみます。取り付け完了しました。鍵の出し入れですが、右側と左側でこの革を縫い付けている長さが違っています。こちら側だと鍵が出ませんね。大きく開いている方側から鍵を取り出して使う、そんな感じになっています。また鍵開けるときにこんな感じで開けるんで、若干鍵開けにくいかもしれません。またやっぱり予備のネジ買ったんですが、このネジ気をつけてないとなんかなくなりそうなんで、時々この締め具合確認した方がいいと思います。それから自動車の鍵もこの上側に取り付けますね。このリングが硬くて鍵入らないですね。元々のキーホルダーのこのリング外します。こちらに鍵を取り付けて、小さい小銭入れに取り付けます。こんな感じになりました。小銭入れというよりも、どちらかといえばもう完全にキーホルダーですね。実際にちょっと小銭入れてみます。小銭入れるところは、ホックを開けて、この間に小銭を入れます。どのぐらい入るか確かめてみます。今持ってる小銭が5
500円玉1枚と100円玉が4枚と10円玉が3枚あ、4枚ですね。5円玉が2枚全部で11枚あります。11枚入るか確かめてみます。一番心配なのは一番大きな500円玉ですが、入れてみると500円玉だと少しはみ出ています。残りの小銭も入れてみます。なんとか11枚入った感じなんですが、11枚入れると止めるの少し、まあ、無理がある感じで、なんとか閉まる感じですかね。ちょっと1枚抜いてみますね。あ、10枚だと意外と簡単に閉まりました。まあ、10枚までがいいような感じがしますね。もう一回ちょっと11枚入れてみたんですが、まあ、使ってるうちに皮が馴染んで入れやすくなるかもしれません。それから小銭の反対側にこの部分にお札を折りたたんで入れるみたいなんで、お札も折りたたんで入れてみます。お札1回折りたたんでもう1回折って、では入らないんでもう1回折りますかね。つまり1回、2回、3回折って反対側にお札入れてみます。こんな感じでお札1000円だけ1枚忍ばせておく感じにしておきます。これでポック閉めて、ホームページには小銭が15枚入るって書いてましたが、10枚以下ぐらいで収めた方が良さそうですね。小さい小銭入れでちょっと心配なのは、ホックが簡単に外れて小銭がバラッとばらけないかと、あとこの鍵を留めてるネジ、これが緩んで鍵がなくなるのはちょっと嫌ですね。これ使ってみないとホックが外れやすいとかネジが取れやすいっていうのはわからないので、もう少し使ってみてレビューしたいと思います。油サスの小さい小銭入れの最初の感想としては、小さい小銭入れというよりもどちらかといえばキーホルダーに小銭が入るっていう感覚ですね。できるだけ小銭を少なくした方が快適なんで、できるだけこの Apple Watch で決済したいなとさらに思いました。今までは小銭入れとマネークリップと、あと鍵を持って出かけていましたが、今日からはマネークリップと小銭入れ、この2つを持って出かけたらいいので、荷物が1個減るのはすごい快適そうです。今回は油サスの小さい小銭入れをレビューしました。この小さい小銭入れ、若干不安なところがいくつかあるので、もう少し使ってみてからの使い勝手のレビューもやりたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。